はい、というわけで、はい、では唐巻さん自己紹介と、何か一言お願いします。唐巻です。お願いします。そうですね、マダさんは本当にネット大喜利の頃からめちゃくちゃ憧れてて、例えばそのポケグエ5 の、 ワーカホリックさんとかあのチームは本当に自分でもすごいなと思いながら見てました。よろしくお願いします。はい、マダさんいかがでしょうか。ネットも私動画で見ていて面白いかなと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、金巻さんはもうこれもう募集、ウェブ予選募集開始直後にもうやっていただいて1分ぐらい。はい、ではゲストセーフ穴埋め、こちら一番ネガティブだった時期のナポレオン我が輩、一番ネガティブだった時期のナポレオン我が輩のマニック、ではスタートです。はい、唐巻さん。我が輩の時代があったとして、そこには噴火とかがあったと思う。マダさん。我が輩のじゃないかもしれない。あの不可能なことがあったんだ。はい、マダさん。我が輩の車に乗りたい人がいない。はい、唐巻さん。我が輩にはドラム缶を持つ力ぐらいしかない。結構なもんだけどな。はい、唐巻さん。我が輩の VR はいつも真っ黒、底なしの闇。はい、唐巻さん。我が輩のうんこ見る。どう思われたの。はい、マナさん。我が輩の馬の世界に戻してあげた方が良くない、本当に思ってるんだけど。唐巻さん。我が輩の神田がもうよく見てくれ、白かったのに黄色くなってる。だいたいそうだよ。はい、カナさん。我が輩の時計は何回直しても5分遅れている。頼む方が悪いって。残り1投。我が輩のイヤリング売ります。税込み20円。いい。はい、じゃあ真田さんが面白かったというから勝者真田。真田さんいかがだったでしょうか。何した。はい、ありがとうございました。